スローではございません。これからスローです。今年アルゼンチンで行われましたワールドカップなどを見ましても、狙うべき時はですね、必ずシュートするということは非常にあの目についた。そうですね、逆に言いますとね、シュートしなきゃ点取れないんですからね、はい、さてソビエトチャンス、これは入りました。鮮やかに決めました9番のダラセリア。1対1の同点、前半18分であります。ちょっとね、あ、真ん中突破していきましたね、はい、なかなか見せますね。今左から3人目に映っておりますが、これがブロヒ、完全に道がついておりました。これがベストノフ。さあベストノフからボールは左サイドへ、ピピアニへ、見事な足技、ピアニシュート狙います。コーナーいっぱいを狙いました。ソビエトのシュートは早くもこれが5つ目。日本は得点1点。今スロービデオでご覧いただきます。スローではございません。これからスローです。なお強烈にピピアニマーク、正面ガザエフ、ピピアニ、どうやら余裕が出てまいりますね、はい、これが怖い。ピピアニシュート狙うか、シュート強烈、左サイドゴールポストの左へ。もうこのレベルになりますとね、外国の選手は全然わかりませんでね、はい、あ、一人多いですね、向こうの方が。さあボールはダラセリア、強烈です。アッテン向こうがプリゴダ、日本。さあボールはソビエト、ダラセリア、9番ダラセリア、10番ピピアニエ、取り交わしてもう一回ダラセリア、そしてガザエフ、ガザエフ、ガザエフ、倒れ込んだ。かろうじて2対1で守りました。ここから1本縦パスですね、はい、あ、結局入りました。ガザエフ2点目、ほとんどノーマークになってしまいました。まあさっきからちょっと申し上げているようにね、期間がある程度ないとなかなかコンビは合いませんし ね、そうですね。それですからね、やりながらやっぱり組み立て、もう実にこの9番、おっと後ろから激しくされました。ではホイッスル、5番の古田選手が後ろから押しましたが、まあ倒れ方もなかなかうまい技ありの倒れ方で、ソビエトがフリーキックを得ました。ブルーの壁の前でピピアニ、そしてヒジャツルディン、ダラセリア、これは入りましたがオフサイドではないんですね、オフサイドじゃないですね。壁に意識が集中しすぎてね、他の選手の動きを全然見てなかったですね。考えられないような、これも本当に立ってたらナショナルチームにいた、あるいは翌年はエースだったっていうのがいっぱいいますからね、ピアニからのボール、得点は3対1とソビエトが2点をリードしております。まあ本当にこれはまずいキックでしたが、ピアニ、あーっと6番正面でまたダラセリア、これがダラセリア、ヘディングを落としてピアニへ、フリーザがシュート、サイドですね、今はね強いですからね、はい、ボールはピアニ、あっとひっくり返った藤島、これもからですね、なかなか強いところしかしピアニも思わず苦笑いという、まあ、このぐらいやらにはいかんのですよ、本当は国際試合ですとね、みんなやりますよ。なおボールは日本、13番のガブリロフ、12番のコスタはのベレジノイに変わります。ジュピコフに代わって12番、コスタはが入りました。これが12番コスタは、22歳へと変わったばかりの、これがコスタは、ガザエフ、素晴らしいオーバーヘッドキック、ボレーシュート、ピアニエ、
もっと思い切って自分でやればいい、ね、そうでしたね、はい、ガラセリア強烈なシュート、得点がしかし前として3対1、前半の得点だけで後半ありません。まもなく27分になりますが、2点差、依然として変わらない。1人がいいプレーしたら周りがそれをさらにいいプレーにしてやらないといけませんね、はい、ガラセリア強烈なシュート、ガラセリアってのはいい選手ですね、これは本当にいい選手ですね。このガラセリアがですね、ブロッキングが出ない場合はこの人ピアニエ、ガザエフです、来たでしょ、ピアニ強烈なシュート、猛烈なシュート、怖いですね、今のはまあ構想通りの攻めになりましたね、はい、縦に1本入れてそれするとちょっと動きが落ちますね、はい、古田から上がったボールは薄いへ、なおソビエト、かわして12番のコスタワ、こちらへ渡って落ち合い、日本ボールのスローインです。ボール側から金田、ボールは声が入って長谷川のヘディング、さあ抑え込んでボール前、どうだ、揉み合った、シュートできない、これシュート、強烈なシュート、しかしゴールポストの左、藤口健闘、そうですね、ちょっと見たいところでしたがね、ついにここで